ね、これ結局どうなった？メイドでもよいいって感じになったんやっけ今の。ちゃんと働くんやったらメイドでもいいって感じか。金払って断食おかしい。まあまあこういうな健康療法でもあるからな一応な。慣れてくるならメイドでもありか。教会断食してみる。断食の効果俺今日見てないのよ。まだ一回も断食してなくて。確かでもなすごい良かった気はすんのよ。悪くはなかった気がして厳しく。あら今日のお父さんなんだか厳しいのね。まあもう最悪や。ちゃんと仕事してんな。ちゃんと仕事してるから慣れかな。慣れならばメイドありやな。メイド魅力上がるから。え誕生日。いやゴードレ絶対魅力上がんねんな。一回花束出して、花束一個花束出して、じゃああんまり背伸びせんと花束渡して、あ、お父さんありがとう。何この顔。ほら買った時よこれ。セルと勝負する初戦の時のベリーズの顔。これまだ勝てると思ってる時の。何上がった。もうちょ止めろって。スクショ取らなあかんねんけど。このゲームプレイする時にこれメイド働くかな。働かない、働かない、働かない。ちょっと増えた。一番普通なこと言うた。ほんで今あのお母さん、もっとちゃんと働いてくれないと困るわ。断食道場へよく来ら。さあどう出るか。気立てスタミナストレス減って魅力が。うわーもうむっちゃ天秤やこれ。うわーもうこうなってきたらマジで悩むんよな。バストが増えたな。でもな体重が1減って、いや45でいいんちゃう。ダメおい。これさマイナスになるのだいぶでかない。えこれなんで減った。ちなみにここらへんこれ。俺マジ鉱山ダイエット、そう鉱山ダイエット法って言ってね。で鉱山のマドンナになんねん。鉱山のマドンナになったらめっちゃ金もらえんねん。でめっちゃ金もらった後にその大金で多分なお金をいっぱいもらうと初めて来んのよ優しく。あこれプライドで分かる。どんなに私のことが好きなの。ナイス鉱山ダイエット。鉱山ダイエットやることによってめっちゃ金貯まったら行商人来んのか。最後のこれ収穫祭出る。収穫祭は健康、健康は健康なんかな。もうええわ、ええ、あの魅力の勝負のやつだけちょっと一回出てみたい。自分が今どれぐらいの位置にいんのか。いやナイフ、よゆく日国に感謝やマジで。ナイス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 、マジ菅さんに感謝って感じ。いや渋いな。うわ体重めっちゃ増えてるやん。ほんでえでも3サイズ悪くないやろ全然。な何があかんのこれ。これで俺からしたら細いとこんなもんガリガリやけどな。あらへんぐらいけども。40なんか桁したら片手で上げられるぐらいやな。無理か。いやここで一発ちょっとごめん、わけわからんと思うけど、わけわからんとは思うが、ちょ一回 武術していい。武術ってなんだっていう一回見るわ。見る。武術ってなんだ。優しく。お父さんいい娘を持って幸せでしょ。うん、まあまあいいんじゃない。ないよりは。あ武勇か。いや武勇はいらんな。待ってそれ鉱山ダイエットへの序章。これプロローグ。ちょ一回見てみよう見てみよう。鉱山ダイエットへの序章なのかどうか。いや金はないいのよ。 73% の仕事成功率。これなんや新年。これが気品か。メイドのとこやけどこれどう。メイドのとこ一回いけるか。3位には入りたいな。何点ぐらい。これこれな、まあ、アリエールとかも終わってありえないでしょう当てて今。5位やって。気品無理やな。気品はちょっと無茶。これやっぱダンスやらなさすぎた。我が道場にようこそ。我が輩は当道場のパークランドである。パークランド殺す気満々やん。本日を学ぶことは肉体のみならず人殺す気や。こいつ俺剣道や思ってんけど。剣道ちゃうわこれ。みんな真剣。泣きやがった。一瞬しか見えへんねんけど。
私他の子たちより背が低いみたいなの。身長なんか個人差がありますからね、気にすることないでしょう。やっぱり元が妖精だから小さいのかな。関係ないってば、気にすることないです。問題は中身なんだから。はぁ、武勇とプライドとスタミナが上がってる。 OK、 もうイライラまた、なんでまた修行させてって何。え、もう完全にトランクスやん。ほんな血ついでしもてるわ、サイヤの。これなんかアウアワンがあんのか、こいつもともとに。絶対そうやわ。いや今さら俺武勇を伸ばすの、いや無理やな。一回スタミナじゃストレスがもうえぐいんで、スタミナ200ないと鉱山いけへんねんて。うわマジか、鉱山ダイエットいけへんの。そう俺もな、1個だけあげまくって3000ゴールド狙おうって考えてんけど、考えててんで今日。あ武術えぐいな。え武術だけやんなこれ。やったら武術1回かました方が早いかもよ。あーなんだか太りすぎみたい。どれどれ、48キロ、約私の97倍ですね。気にしすぎですよ、他人から見たら別に太っちゃいませんよ。他人ってもうええってマジで。もう体重が増えてんのはお前のせいやん。ほんでどうやって俺なんかストレス消させるアイテムないの。夏みそうないの。夏みそうない、モンスターファームやったらあんねんけど、ないやろな。スマイルとかどう。スマイル、はい、にっこり。結構な性格のお嬢さんで、お父さんありがとう。なんやねん、いいわそんなの。出すなもう二度と。せっかく金貯まったのにもうバカンス行くの俺。もうマイナー、もうまた太るんちゃうんで。また太るって。ほんなら誰やねんその右のやつ。右のやつ誰。私なんだか前よりスタミナ、あよしこれは来たで、これは来た。ついにお待たせしました皆さん、お待たせしましたの日がいよいよ近づいてまいりました。ありがとうございます、ありがとうございます。来ましたありがとうございます。鉱山マッハの鉱山ダイエットっていう、これあの YouTube で1週間鉱山にこもったらすごい5キロは痩せるっていう鉱山ダイエットをまあ一回二回してみて。え、私が美人ですって。いやね、鉱山体重減るかどうか分からんだけど、減るやん普通。オッケー、もうそのプライドとかももうくちゃくちゃされてこい。お前行ってこい、揉まれてこい。たまになんかあれやねんな、金脈がなんかあってんだよな。金脈がなんかあったらがっぽり金入んのよ。ただこのごめんなさい、命の危険があります。ここ武勇と気品やね、気品下がって気立てと武勇が上がるのか。あーここで気品が犠牲になるのか。全然働いてへんけどね、洗うしかねえな。まあまあ最初はね、まあまあ最初は。え、二日行ってそれ、二日行ってそれ。いや、いやもうそう、もう向いてる向いてへんとかのさ騒ぎじゃないから、俺からしたら。俺はもう向いてる向いてるとかやらなあかんことをそこでやれっていうだけのことだ。もうこれはもうモラルの問題やな、はっきり。だから何回かやりゃできるから、絶対厳しく。厳しいのね、うん、この私に何か気になる。じゃあお前はそれは仕事をせえへんからやな、仕事をせえへんからそうなの。でも知ったことがない、そんなの。これがまあだから可愛い子にはって言うやろ、可愛い子には旅をさせよと言いますやんか。もともとサイヤの血についてないから大丈夫やって。コウザカンの雰囲気って馴染めないわただのヤンキーやんけ、ただのヤンキーやんけ。さっきからお前3日以下して何も。あ、新しい米粉を発見しました。めでてえな、よいしょ、ご祝儀だ2倍になって60と。お前何してたんや、一生ヤンキーやねんけども。ほら飽きませんわうちの子、すんません。なんか気力が足りんって、気力が足りんらしい。
鉱山の仕事って死にそう、うず私死んじゃうんだわきっと。鉱山は暗いし汗臭いしみんな怖いし、土に埋もれて死んじゃうんだわ。うつバズらってきてますやん、もううつバズらってきました。なんかどうしよう、あら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 、5日間も行っても気力貯めてって言ったってもう131あんねんから十分ちゃうん。気品が高すぎんのもあるな。あるやろうね、確かに確かに、はいはいはい、そういうことか。これな、思ったのはこれストレス103やんか、スタミナが211やんか、これがこれを超えると病気になるらしいねんな。じゃあこれを高めたらいいっていう話にもなるよな。そこはそこでまたおもろない。これここを先に例えば一番最初の時点でここだけものすごく高めていくムーブしてたら後爆上がりは考えられる、方法として、方法論としてな。だから俺ら最初なんか学校とか行ってここら辺高めたやろ、モラルとか、ここが生きてんのけって話だよね。意外と奥深い奥深い、もう一回やり直ってくる。そうそう、もう一回やり直ってくるね。だからいやそう、ほんでそうなってくると、そうなってきたら鉱山もいけるからっていう男勝りスタイルのムーブはありやな。もう今日は今回もうでももうここ行くしかないから、ここ行こう。もうだからジュールとしてはと言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければね、ゲームの動画とかね、生放送とかそちらでお会いいたしましょう。それでは皆様、本日の一日お疲れ様でした。